ポルトガルのマイヤーで生まれたブルーノ・フェルナンデス。兄と二人でストリートサッカーで遊び、この頃から才能にあふれていた。また家族を思う父は仕事の安定を求めるためスイスへの移住を考えていた。しかしブルーノはスイスのサッカーのレベルが低いと断固拒否。この頃から判断基準はフットボールが軸だった。ボアビスタとマンチェスターユナイテッドを応援していたブルーノは10歳まではインフェスタという男女混合の地元のクラブでプレー。この時のコーチはブルーノから一切目を離せず、その理由は夢中になりすぎるあまり女の子に怪我させちゃうからだったという。ある日の大会、ボアビスタとポルトと対戦。するとブルーノのプレーを見た両チームから勧誘される。当時ポルトはモーリーニョ指揮のもとデコ、ジョルジュ・コスタラを擁しチャンピオンズリーグ優勝したばかりで、交渉はポルト優勢かと思いきや練習場への送迎かという条件が決め手となり、ボアビスタへ入団することになる。さらに飛躍を求め17歳でイタリアノバーラへの移籍を決断。テクニックと女子泣かせのメンタルが認められた格好だが、スカウト曰く17歳にもサッカー選手にも見えなかったと一番記憶に残ったのは見た目だった。ブルーノはイタリア到着早々両親に電話をかけ、やめた方がいいかもとホームシックに。すると高校時代からの彼女アナピーヌとのビデオ通話で励まされる。ブーストがかかったブルーノは数週間でトップチーム帯同を果たす。なおこの頃は初任給の振り込みもまだで仕送りもなし、親からのわずかな選別でやりくりしていたこの頃の生活について、寮の部屋にあったもので十分、ボールもピッチもあったしハッピーだったと振り返っている。この間ブルーノは8ヶ月を50ユーロでやり過ごしていた。ノバーラでは17歳のブルーノがチームの攻撃を牽引、創造性あふれるプレーでファンを虜にし、ノバーラのマラドーナと呼ばれる。このシーズンセリエ B 23試合で4ゴール2アシストの活躍でチームは無い昇格プレーオフに躍進する原動力となった。ノバーラは惜しくも昇格を逃すも、1314シーズンはセリエはウディネーゼへ引き抜かれる個人昇格。ここではレジェンドピナターレから才能を認められ、11月の左ゴリラ所属のインテル戦でデビューすると、12月ナポリ戦では初ゴールをマーク。なおピナターレのセリエ A 通算200ゴール目をアシストし、ブルーノはこのゴールを自分のキャリアの中で素晴らしいゴールの一つと振り返り、ピナターレとの絆の強さを語った。16年4月ナポリ戦、すでに PK を決めていたブルーノは2本目を失敗すると相手選手に煽られる。しかしその後のチャンスにバイシクルのゴラスとプレーで応える21歳のメンタルは強強だった。16年8月ユベントスなど国内ビッグクラブから注目される中、サンプドリアへ移籍、ロベルト・マンチーニがつけていた背番号10番を託される。そして10月のパレルモ戦、後半アディショナルタイムにキーパーのチャンスのミドルをぶち込み、セレブレーションは穴の中の中の赤ちゃんに刺された。1718シーズン母国のスポルティングへの移籍を決断。すると開幕6試合で5ゴール、またチャンピオンズリーグデビューを果たした試合でもゴールを記録するなど移籍早々に結果を残す。さらにはポルトガル代表にも初招集され、あっという間にファンを虜にしてしまった。国内カット戦を制し自身初のトロフィーを獲得するも、リーグ戦では最終節で敗れチームはチャンピオンズリーグ出場権を逃す。するとこれに不満を募らせたファンが練習場に押しかけ、監督や選手が棒やベルトで襲撃される大事件が発生。これを受けブルーノらは一方的にクラブとの契約を解除。この時のことをブルーノはこれまでに経験したことのない恐怖を感じた、家族を守ることが最優先だったと振り返っている。一方で一時無所属状態となり、今ならフリーで獲得できると16ゴール20アシストでリーグ MVP を受賞したブルーノには注目が集まり、ベンフィカ以来噂されたほか、ポルトにいたぞという垂れ込みも。しかしその後ブルーノは残されていたカット戦決勝への出場を表明。なおクラブの再出発を占うこの試合は 1-2 で負けた。ロシアワールドカップのポルトガル代表にもメンバー入り、開幕前のアルジェリア戦ではクリスティアーノ・ロナウドのクロスから A 代表初ゴール。本大会ではロナウドがハットトリックを達成した初戦のスペイン戦、続くモロッコ戦にも出場するも以降は出場なしに終わる。チームはベスト16でウルグアイに敗れ敗退。またブルーノに対しては期待外れ、経験不足といった言葉が並び、ほろ苦いワールドカップデビューとなった。1年目はリーグ MVP を受賞し、1819シーズンの開幕前自身の SNS に、またスポルティングでプレーできるのは大変栄誉なこと、失望させたファンの信頼を取り戻せるよう約束するとポスト。なお襲撃事件の影響もあって退団も決意していたが、カルバーリョ会長が辞任したことで新たに4年契約を締結した。19年2月のベンフィカ、フェイレンセ、ブラガ戦で3試合連続のゴール、計4ゴールのうち2ゴールはフリーキックとブルーノの感覚は取り澄まされており、シーズン後半はキャプテンマークを巻くことも多くなる。
またこの頃から娘に向けて耳を塞ぐパフォーマンスを披露しており、娘の親の話を聞きたくないスタイルを真似たものだった。このシーズンもリーグ戦はベンフィカ、ポルトに及ばず3位。一方で2つの国内カット戦では決勝でポルトを2度破り、トロフィーを獲得。ブルーノは53試合で32ゴール18アシストの記録で2年連続のリーグ MVP を受賞。またスポンサーのナイキサンプラは粋なプレゼントで祝福された。1920シーズン正キャプテンとなったブルーノはシーズン初めの10試合で7ゴール、さらに6試合連続ゴールというケチョドバ。オフには移籍確実と報じられたが11月、契約延長を発表。直後のヨーロッパリーグ、PSV 戦では2ゴールを含む、全4ゴールに絡む活躍で、チームを決勝トーナメント行きに導き、ブルーノの市場価値は6000万ユーロまで上昇していた。そしてこのシーズンの冬の移籍市場で、プレミアリーグ、マンチェスターユナイテッドへの移籍が発表される。スポルティング退団にあたっては、ファンに向けて長文のメッセージを残し、イングランド行きフライト直前、思い出に浸り涙。これにネット上では、情熱のキャプテンだった。こんなことされたら嫌いになれない、とスポルティングファンの声のほか、長い付き合いになりそう、まだプレーしてないが好きだ、とユナイテッドファンからもコメントで出迎えられた。20年2月、ウルブズ戦でプレミアデビューすると、続くチェルシー戦ではフリーキックから勝利に貢献。そしてワトフォード戦では、自身が得た PK で初ゴールをマーク。すぐさまリーグの月間 MVP を受賞する。そして自身初のマンチェスターダービーでは、ペップに黙るジェスチャーを見せた数分後、浮き球のリスタートでアシストをマーク。有言実行の赤い悪魔だった。新型ウイルスによる中断を挟み、6月のブライトン戦では、2ゴールで勝利に貢献。2ヶ月連続でリーグ月間 MVP に選出される。ちなみにブライトン戦ではベンチに退くと、牛乳のようなドリンクを飲み干す姿が映され、ファンからは、想像力の源、ゴート、とコメントが寄せられた。ユナイテッドはブルーノ加入後の後半戦、リーグ戦14試合負けなし、ブルーノは全試合スタメン出場、15点に絡み、チームを7位から3位まで引き上げた。活躍の裏には、指揮官スールシャールの助言があると語り、何度も、走りすぎだ、と言われたよ。ただ、これはコントロールできない。最終的にチームを助けられれば OK、とアドバイスに逆張りで成功していた。2021シーズン9月、ブライトン戦、PK を与えたブルーノだったが、フリーキックで同点弾をお膳立て。また、試合終了直前に得た PK をしっかり沈めて、劇的な勝利に貢献する。一方で、トロサールが3度ゴールに嫌われる場面もあり、ブライトンは、ゴールポストに当てるゲームだったらよかったね。うちもたまにあるけど、と語り、不憫な相手チームに同情した。20年10月、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦、ナバスに PK をストップされるも、蹴り直しを成功。ネット上では、カバーニ加入のプレッシャーか、これでゴールの4分の3がペナルティーになった、ブルーノペナンです。とコメントが寄せられる。なお、この試合ブルーノはキャプテンマークを巻いており、試合前会見でそれを聞いたブルーノは、ニヤつきを隠せなかった。リーグ戦では、11月に4ゴール3アシスト、12月は3ゴール4アシスト、再び2ヶ月連続でリーグ月間 MVP を受賞し、1年間で4度受賞という、史上初の快挙を成し遂げる。そんなリーグを代表する選手となったブルーノだが、家では、出勤前にマチルデちゃんに引き止められたり、マチルデちゃんの英語の先生になったり、などふるかどうなのよ。21年1月、FA カップのリバプール戦、途中出場したブルーノは、同点で迎えた77分、アリソンを相手に、技ありのフリーキックで勝利に貢献。試合後、スールシャール監督は、今日は先発じゃなかったから、昨日フリーキックの練習をしてたのかも。普段私は決して残り練習させないから、と明かし、練習の鬼、ブルーノは要注意人物だった。同年5月、ヨーロッパリーグ決勝のビジャレアル戦、PK でデヘアのキックがセーブされ準優勝に終わり、チームは無冠のままシーズンを終えるも、ブルーノは58試合で28ゴール17アシスト、チームオブザイヤーの11人にも選出。リーグ戦2フィニッシュに大きく貢献したブルーノは、チーム MVP にも2年連続で選出。ユーロ2020に臨むポルトガル代表メンバーに選出。決勝トーナメント進出もベスト16でベルギーに敗れる。ポルトガル国民から期待されたブルーノはノーゴールに終わり、ネット上には代表でのブルーノ、プレミアのレフェリーがいないブルーノ、ベルギー戦でのブルーノといったようにミームが溢れていた。さらにユーロ終了後、ヨーロッパから遠く離れた日本で開催されたオリンピック、ブルーノにのテコンドー選手の登場にネット上わざわざ、なおそっくりさんでもまだ金メダルが遠かったのよ。2021-22シーズン、チームにはクリスティアーノ・ロナウドが12年ぶりに復帰し、ブルーノは SNS に喜びのポスト。迎えた開幕節のリーズ戦では、キャリア初のハットトリック。しかもペナルティなしの達成で、マチルデちゃんのため、レフェリーから記念ボールを受け取った。21年9月、ワールドカップ予選のアゼルバイジャン戦。敵地での試合中、ピッチ上に乱入した少年たちはブルーノの元へと接近。
取り囲んでセルフィーを撮り、ひとしきり写真撮影が終わるまでセキュリティが一人も駆けつけない様子が話題になった。当月リーグ戦のアストンビラ戦、後半アディショナルタイムに PK を獲得したユナイテッド、ブルーノがボールをセットするとエミリアーノ・マルティネスがお前がけでトロナウドを指名する駆け引き、そしてブルーノのキックは枠外へ。自身も大きなショックを受けた試合後、ファンへの長文メッセージを綴った。さらにマンチェスターダービーに敗戦もいい感じとアーセナルのマルティネッティの画像をポスト、すぐに削除されたが、全く同じ内容がマルティネッティのアカウントで確認される。ブルーノのアカウントの運用を任された会社のボンミスだった。ファンからは前述の謝罪メッセージなど運用会社に大きな非難が寄せられた。同年11月ワトフォード戦、キャプテンのマグワイアの退場も響き大敗。敵地まで駆けつけたファンにスールシャールは手を広げて謝罪。その際、後ろにいたブルーノは俺ら選手全員のせいだと激しくジェスチャー。この行動にはマグワイアは退場か、彼がキャプテンになるべきとファンのコメントが寄せられた。ブライトン戦に 0-4 で敗れ、チャンピオンズリーグ出場権圏外の順位でシーズンを終えることが確定。さらに勝ち点、失点ともに最低記録を更新しており、ブルーノ自身もリーグ戦10ゴールにとどまり、メディアにはロナウドと共存できないと書かれてしまう。ある日のインタビューでこの声に、僕のアシストはほとんどロナウドが決めてるから、それは正しくない。ロナウドがペナルティを譲ってくれたり、信頼し合っている。と不調は説を否定。続けて譲られた PK について、まあ2回とも外したんだけど、と悲しげに語った。ちなみにこの年、チームの年間 MVP はロナウド。トータル4回目の受賞となり、デヘアの記憶に並んだ。2223シーズン、クラブは新監督にテンハフを迎える。この頃、フレッジとテレスが広報用の動画を撮影中。ここではサッカーをするんだ、撮影するんじゃない、とやじを入れるブルーノ。さらに、俺のあそこも取れ、と続け、チームメイトの取れ高に貢献した。22年10月、ニューカッスル戦。47分にフレッジのゴールで先制し、69分にブルーノが追加点を挙げ解消。一方で、ベンチだったロナウドが試合終了前に帰宅。これを受け、チームはロナウドをメンバー内に。この件を含むロナウドがもたらす不協和音を聞かれたブルーノは、何も話さない、チーム内で処理することだ、と口にひいちゃん。カタールワールドカップの代表メンバーに選出され、代表に合流したブルーノが、ロナウドと言葉を交わすシーンが、塩対応、と話題になる。後日、ジャン・マリオがこの時のこと、一番最後に合流したブルーノに、ボートで来たんか、といじっただけ、と真相を明かし、不仲を期待したメディアは拍子抜け。そしてブルーノはマリオの会見を引用し、新聞の見出しを台無しにしたね、とメディアを嘲笑った。本大会グループステージのウルグアイ戦、ワールドカップ初ゴールを含む2ゴールで、チームの決勝トーナメント行きを決める。そして準々決勝では、猛攻を仕掛けるもモロッコの牙城を崩せず敗退。試合後、ピョペが、勝ち残っているアルゼンチン人の指針が担当するのはおかしい。レフェリングが不公平だったろう、と不満をぶちまけ、ブルーノも、ポルトガルの審判はチャンピオンズリーグもさばいてるのに、もう一人もいない、とかぶせ、スタッフに制止されても、関係ない、言うべきことは言うんだ、と怒りが収まらなかった。ワールドカップ期間中、クラブはロナウドと合意の上契約解除。リーグ再開後のマンチェスターシティ戦、逆転勝ちを収めた試合後、僕の名前を使ってロナウドを攻撃しようとするな、と SNS で反論。さらに代表チームの不仲に触れた自国メディアの投稿にも、クリック数集めすんな、ちゃんと仕事しろ、と投球を据えた。23年2月、カラバオカップ決勝のニューカッスル戦、カゼミロとラッシュフォードのゴールで 2-0 で勝利。キャプテンのマグワイアと一緒にカップを掲げたブルーノだったが、試合終了直後はすぐさまカゼミロから青空ミーティング。ネット上では勝ったのに怒られる、勝者のメンタリティ、チャンピオンズリーグ5回に比べたらカラバオなんてな、とコメントが寄せられた。同年3月リバプール戦、終始圧倒され 0-7 という衝撃的な敗戦。フラストレーションが溜まったブルーノが腹心をこづく場面もあり、物議を醸した。試合後テンハフは、時に感情のコントロールが必要で、バランスを取らなければいけない、ただ感情こそがブルーノの武器なんだ、とキャプテンを擁護した。一方でインタビューでテンハフについて聞かれたブルーノは、彼は要求が厳しい、ロナウドにもサンチョにもラッシュにもそう、と語り、言うこと聞かないとアウトにするぞって言うんだ、とぶっちゃけお互いの独特なパーソナリティを明かした。同年4月アストンビラ戦、自身の決勝点で勝利した試合後、またしてもカゼミロの顔面が迫ってくる。後にこの時のことを聞かれたカゼミロは、ブルーノと喧嘩したことなんてない、と笑い飛ばし、お互いに君はもっとできる、もっとやれる、と言い合っているんだ、と明かした。2324シーズン、マグワイアに代わり正式にキャプテンに就任。この頃トレーニング場で写真をねだるブラジルのインフルエンサーに、アントニー、ラッシュフォード、ダロートがスルーする中、ブルーノは笑顔で写真撮影に応じ、サインまでするか見たいよ。さらにトレーニングマッチでは、
第4神につめ寄るテンハフを収めるなど、キャプテンの仕事に追われていた。23年11月、エバートン戦、56分、ブルーノは PK キッカーをラッシュフォードに譲り、2ヶ月ぶりのゴールをお膳立て、自身と得点が必要、絶対に決めると確信していた、とこの場面を振り返り、ネット上では、PK 職人ならではのキャプテンシー、全員が祝福するのもいい、キスしたぞ、と盛り上がっていた。24年5月、FA カップ決勝のマンチェスターシティ戦、39分に決勝点となったメイヌーのゴールを、ノールックでアシスト。また、前半終了時には、同胞ベルナルド・シューバとのやり取りも話題になり、ネット上では、戦ってんな、ダービー一歩不手つき、身長が高い方がブルーノ、って覚えてる、とコメントが寄せられた。ユーロ2024の代表メンバーに選出、グループステージトルコ戦では、クリスティアーノ・ロナウドのアシストがダメ押しの3点目、このアシストシーンには、あのロナウドが、と驚きの声も。また、ロナウドは後半にスパイクを履き替えており、そこには、マチルで、の文字、アシストはスパイクの上、とざわざわしていた。また、この試合ではベルナルドもゴールを挙げており、ベルナルドのツーショット写真と、PK 職人、というポストに、ブルーノは、ベナンデスとテナンデス、とリアクション、自虐ネタで応戦した。なお、準々決勝のフランス戦はスコアレスで、PK 戦の末に敗退、メジャータイトル獲得が遠かった。2425シーズン開幕前、クラブとの契約延長を発表。24年9月、トッテナム戦、42分、ブルーノのマジソンへのタックルで、キャリア初のレッドカード。なお後日、異議が認められ出場停止処分が取り下げられたが、続くヨーロッパリーグのポルト戦では、81分にこの日2枚目のイエローで退場処分。このシーズン、ゴール数よりも多いレッドカード数、といじられてしまう。一方、ネーションズリーグを戦うポルトガル代表では、ポーランド戦でベルナルドにアシスト。この頃、インタビューで、正直、今シーズンはクラブで結果が残せてない、と語り、最多シュート数にもかかわらず未だノーボールの中、これまでのシーズンを上回る活躍を誓った。というわけで、ブルーノ・フェルナンデスのキャリア、エピソードをご紹介しました。面白いと思った方、高評価、チャンネル登録お願いします。感想やリクエスト、ぜひコメントでお聞かせください。皆さんのコメント、参考にさせていただいています。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。